はい、こんにちは、ジャンゴです。キャプゼロの動画を撮っていくっていうことなんですが、まあ、無償のね、虹玉をね、4500まで貯めたので、ポジション別のね、ピックアップガチャね、3種類引いていこうと思います。でね、日付変わった瞬間にね、なんか起こるんじゃないかなと思ったんですけど、今回は特に起こらなかったですね。はい。ってことで、どれから引こうかな。まあ、順番に引いていきますか。手前からというか、GK ディフェンスから、技能石崎くんが欲しい。だーん。そもそも星さんが出ないな。まあ、全然その可能性の方が高いんだけどね。なーん。はい。残念でした。なんだこの森崎の山は。森崎マウンテンか、ここは。そうだね。キーパーめっちゃ多いな。はい。ってことでね、ちょっと、これ空振りでしたね。じゃあ次はね、まあ、新田くんの技能持ちのやつがね、欲しいかな、フォワードは。行きましょう。はい。さすがにね、一個ぐらい。何？どうよ。ああ、ダメだ。さすがにね、星さんゼロはね、辛い。ゼロは辛いから、どっかで、変わってくれ。変われ。うわぁ、マジか。そうか。はい。ではね、ミッドフィルダーのピックアップ。これはね、ガラスのエース、美杉くんが欲しいかな。ってことで、行きましょう。はい。星さんゼロはやめて。頼むよ。あれ、ちょっと待って。いかんかな。これちょっと待って。マジで。マジで。ちょっと最後、あー、ダメだった。マジかよ。見すぎくん。なんだこの見すぎくんの。マジか。しかも配置がなんか綺麗だ。何なんだよ一体。はい。ってことでね、あっという間にね、30連終わってしまったんですが、星さんがね、全く出ないと。いや、マジか。ちょっとひどいな、これは。マジで？いや、まあ、こうしててもね。ああ、もう、なんなんだ、今。こうしてても何がどうなるわけでもないんだけど、あれ、今のどれで直すんだっけ。これか。いやー、こうしててもね、何がどうなるわけでもないんですが。キャプテンが本気になったら、マジか。4500飲まれて得るものが、まあ、バッチメダルを半額で買いましたみたいな状態だよね。それにしたって星さん出ればもっとメダル来るからね。ひどい話だな。まあしょうがないですね。はい。今回の、ピックアップのね、ポジション別ピックアップガチャかは、30連しましたが、
腰さん自体が全く出ませんでしたということで、終わりにしようと思います。ありがとうございました。マジかよ。